皆さんこんにちは、滝沢勝成でございます。初心者はこれ引けシリーズ5曲目半分のところに突入でございます。ここまでよく頑張りました。お疲れ様でございます。ありがとうございます。お疲れ様でございます。皆さん頑張っております。今回の5曲目の動画は彩香さんの三日月という曲を一緒に練習していこうかと思います。ちょっとねこの曲ねロビンソン時はなんかすごいシンプルって話をしたんですけども、この曲はねちょっと癖がある。まあなんとなく楽譜パッと見ればさ、コード譜見ればね、なんとなく感づくと思うんですけども、なんか知ってるコードはあるけども、なんかちょいちょい、なんだこれみたいなのが、あるかと思います。そのなんだこれっていうところがね、ちょいちょいね、くせ者なんですよ。その辺をね、この頑張って乗り越えていこうかなと思っておりますので、頑張っていきましょう。はい。とりあえず、まあ、左手のコードから確認をしていきましょう。イントロの、D7 C Bm の後に、この B フラットメジャー7っていうのが登場するんですけども、ここがまずね、最初の難関でございます。今までそうだな、 B7 とかみたいにこの人差し指、中指、薬指、小指っていう4本指を全部使うことってあんまり出てこなかったんだけども、この B フラットメジャー7に関しては、4本指を使うコードです。ちょっとね4本指使うコードは難しいんだ。ちょっと順番にいってみましょう。まず人差し指から、5弦の1フレット人差し指を、使って押さえます。で薬指、あ中指だ、中指が3弦の2フレットで、薬指は4弦の3フレットで、最後に小指が2弦の3フレットです。こんな感じの形。で、うまく鳴らせると、こんな感じの儚げな、あーって感じの、音がするはずです。この、あーって感じが、B フラットメジャーセブンスのコードです。これ。で、さらにここから余裕があれば、余裕がなかったらいいです。余裕がなかったらここまでOKです。余裕があったら、人差し指のこの根っこのところで1弦の1フレットも押さえましょう。人差し指が先っぽでこの5弦の1フレット押さえてます。で、薬指、中指、小指が来て、ここ。人差し指のこのお腹のところで、この1弦の音を同時に押さえてしまうと。これがその B フラットメジャーセブンス、この曲、三日月のくせ者1でございます。簡単バージョンでもいいですし、人差し指を押さえた難しいバージョンでもいいですし、あとまあね、両方とも難しくてこれやってらんねえぞ、ちょっとなったら、イントロすっ飛ばすという方法も全然 OK かと思います。皆様のレベルに応じていろいろ調整をしてみていただければ幸いです。で、イントロの後ろとかね、A セクションの後ろとか、よく出てくるこの A7 サス4と A7 っていう組み合わせ。これ、すごいよく出てくるので、ちょっとこうセットで覚えちゃいましょう。A7 は、前やりましたね。やったかな、中指で4弦の2フレット。で、薬指で、2弦の2フレット。そうですね、もう最初の糸の時に出てきましたね。中指と薬指です。中指と薬指。で、人差し指と小指が余ってるはずなんです。この指使いでいきましょう。これが A7 です。で、A7 サス4っていう名前がつくと、小指で2弦の3フレットを押さえます。こんな感じ。ちょっとこのチューブラリンというか、ちょっとこのふわふわした感じの、なんか浮いた感じが出てきましたね。で、どのコードにおいても、なんとかなんとかサス4ってくると、後ろがそのプレーンな状態に来ることがすごく多いんで、なんかセットで覚えちゃいましょう。まあ、ここの場合だったら、その A7 サス4が来たら A7 が来ます。他にもその他の曲で C サス4が来たらその次は C が来ます、G サス4が来たら G が来ますみたいな感じで、なんとかサス4ってのが来たらその次プレーンなそのコードが出てくることがほぼほぼなんですよ。なんで A7 と A7 サス4、ここの曲でも、この曲の中でもセットでもうほぼほぼ出てくるので、もうまとめて押さえちゃった方がいいです。中指、薬指、小指もうそのまま3箇所押さえちゃって A7 サス4を作って、で小指がなくなって A7 スニークみたいな、一個一個悪くやるとこういうふうにこう押さえ直すんじゃなくて、もう押さえちゃっておいて小指がなくなれば A7 スサス4から A7 スが完成するみたいな感じで、こんな感じでこうセットで作って覚えてしまうと良いのかなという感じです。この曲中にたくさんその組み合わせ出てくるので頑張ってやってみましょう。そして、ガーッと進んでいって、まあ他のコードも大体知ってるコードかな。
アウトロのところでまた B フラットメジャーセブンスが来るんですが、これもまた本当ね、あの難しければすっ飛ばしていいと思います。アウトロ仕方をつって、アウトロパン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 パラペパパンとなるんですけども、難しければすっ飛ばしてしまって OK です。そんな感じ。とりあえずこの左手のコードのクセモノ1は B フラットメジャーセブンスと、クセモノ2としては A セブンスサスポート A セブンスという感じです。で、右手の方に行きましょう。ストローク、ストロークはもう今までやってきた糸のストロークとロビンソンのストローク、この2つのストロークがメインになります。この2つのストロークを、使い分けていきます。最初イントロのとこは伸ばすと良いと思います。ストロークをせずに伸ばしましょう。イントロ D コードからさして、この組み合わせで A セクションに入ったら糸のリズム、トン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 、こんな感じで。で、基本的に A セクション、B セクション、C セクション、A セクション、B セクション、C セクションに関してはずっとこのリズムでいいと思います。気分でなんか伸ばしたりとか、ちょっとこのストローク増やしたりとかすると良いのかなという感じです。その辺はちょっとお手本の方でね、いろいろこうちょっとこのアレンジっぽいことやってるので、その辺は見よう見まねでコピーをしていただければ幸いです。で、D セクションに関しては、ロビンソンの時のシンコペする16ビートのパターン。戻ります。感じで C セクションの1行目のところだけ、シンコペする16ビートパターンなんて言い方をするんだけども、タンタンタンタカーカタンタンタカみたいな感じになるパターンでやっていくと良いかなと思います。その他のところはツンツンツンツクツン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 でやっていきます。そんな感じ。あとは細かいところはね、そのお手本の演奏を見ていただいて、そちらの方でチェックしていただければ幸いでございます。で、この曲、三日月の解説は以上。あとはテキスト見ながら、お手本動画見ながら、頑張ってやってみてください。そしてこの動画の中でね、またこの曲で新しく皆様に覚えていただきたいことは、ピピン!ダイナミクスについてでございます。ダイナミクスば、ダイナミクスとは、テキストに書いてある通りなんですけども、ダイナミクスとは、強弱のことである。です。強弱のことです。まあこのね、基本リズム、ツンツンツンツク、ツンツンツンツクってあるじゃないですか。この中に強く弾くところと弱く弾くところをこの混ぜ込んでいくわけなんですよ。ちょっと極端に悪くやります。少し演奏を聞いてみてください。全部強く弾いた場合。なんかやかましいわってなりません?なんかすごいこのギャン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 みたいな感じで、なんかすごいこのノリもクソもないみたいな感じの、でもそうじゃなくてさ、このね揺らぎを作るわけですよ。もう一回やってみましょうか。揺らぎを作ってみます。ワン、うん、うん、リズムとコードは全く一緒なんだけども、全然雰囲気が変わりますよね。これもう一回その全部強くギャンギャンやってみると、こんな感じ。こんな感じ。間違いを聞いていただければ一目、一聴瞭然か、一聴瞭然かと思います。もう明確にその違いが分かるかと思います。こんな感じで強いところと弱いところを、混ぜ込んでいくピッキングっていうのをそろそろ意識し始めると良いかなと思います。ちょっから難しいんで余裕があったらいいです。もうコードチェンジ、ストロークにいっぱいいっぱいだ、俺はそんなもう新しいことをやる余裕はね、うわーっていう人は全然気にしなくて
いいです。もし余裕があったら、そのダイナミクス強弱を入れてやっていってみましょう。どんな感じで入れていくかっていうと、拍の頭っていう言い方をするんですけど、この1 2 3 4 1 2 3 4ってこの拍、この刻みところがあるじゃないですか。刻みところが、この刻みところ1 2 3 4 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 1 2 3 4
何円だのところは裏とかその頭以外とかって言ったりとかするんですけども、 裏という言い方が適切か分かんないけど、でもまあ頭じゃないところ、頭じゃないところです。頭はのところ、は一円だ、と一円だ、すい一円だ、ほ一円だ、ここはその白の頭、は一円だ、と一円だ、すい一円だ、ここの白の頭はちょっと気持ち強めに弾くといい感じなんですよ。基本的に白の頭を強めに弾く感じ。いきますよ。ワイエンドゥイエンドワイエンドゥイエンドワイエンドゥイエンドスイエンドフォイエンドワイエンドゥイエンドスイエンドフォイエンドワイエンドゥイエンドスイエンドフォイエンド、こんな感じ。これを悪くやるとワイエンドウイエンドワイ。1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and こうじゃなくて1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and こんな感じで白の頭はちょっと強く弾く。で逆を言うと白の頭以外のところを弱く弾くとも取れるんですよ。ほんとね、そのもう聞こえるか聞こえないぐらいもう本当めちゃめちゃちっちゃくしちゃって大丈夫です。で、白の頭はしっかりこうベーンと弾くみたいな感じで、これがその基本のルールって感じです。白の頭にアクセントをつける、強を持ってくる。で、白の頭以外のところを弱にする。そんな感じです。ちょっと具体的にもう少し練習をしてみましょうか。ピッキングをしていきましょう。ブラッシングの状態で。強く弾くときは全部の弦をベーンと弾きます。こんな感じ。ご一緒にどうぞ。で、弱く弾きましょう。弱く。弱く弾くときは、ほんとね、チョンチョンチョンって、この真ん中の辺の弦を、なんかちょっとこの軽くこずく感じ。全部の弦をブレーンと行く必要ないです。ほんとに1本2本軽く、もうピックが触れば OK。ほんともうこんなん。もう下手したら、その後ろの、なんかこのトラックの音とかになんかかき消されてしまうんじゃないかぐらいの勢いの、この音です。こんな感じ。で、これだけやると超簡単なんですよ。これだけやると超簡単なんですよ。もう普通に皆さん画面の向こう側で、おお、なるほど、なるほどねってなってると思うんですけども、あ、ごめんなさい、僕今ピック使ってますけど、別にピック使わなくていいです。指でいいです。どっちもいいです。こんな感じ。これが弱。今やった強と弱を交互にいきましょう。交互にいきます。強い、弱い、強い、弱い、強い、こんな感じ。これをひたすら繰り返す。めっちゃむずくないですか？めっちゃむずくないですか？ちょっと待てよってなりません。大体の人が、その弱いがね、強くなるんですよ。もうね、激強、強、激強、強みたいな感じになっちゃうんです。強い、弱い、強い、弱い、強い、弱い、強い、弱い。こんな感じで、その強い、弱い、強い、弱いのその強弱、強弱、強弱、強弱。を意識していただけると、嬉しいです。強く弾くときは、そのね、腕とか手首とかを使って、こう、バーンと振りかぶるわけですよ。まあ、その6本の弦を全て弾くためには、ピッキングする前にもうね、この準備運動の時点で、ちょっとこの大きく振りかぶるための、このモーション、動作が必要でして、この動作があるから振り下ろすだけで全部の弦を力強くしっかりと、バーンと鳴らすことができるんです。だから、逆に言うと、このね、もう振り上げた時点でもう強いが決定してるわけなんですよ。こっからその振り下ろせばね、全部の弦をバーンといけるわけで。弾く前からもう、正解というか、なんていうか、その答えが出てるというか、なんていうか、もうその時点で結果が決まってるんです。で、弱く弾くときは逆に、そのね、もう振りかぶっちゃってたら絶対弱く弾けないから、弱く弾くときはね、振りかぶんないんです。こんな感じ。で、強く弾くときは振りかぶって大きく。弱く弾くときは、ちょっとちょっとちょっとだけ。こんな感じ。この振りかぶりを意識して練習していくと良いかと思います。強い、弱い、強い、弱い。強い、弱い、強い、弱い。ちょっと自分のね、手を、しっかり鏡とか見ながらチェックしていただいて、どのぐらいの振りかぶりを
しているのかをチェックしてみましょう。そうするとその強い弱い強い弱いのコツがつかめてくるかと思います。でこれができるようになってきたら、何回も何回も繰り返しましょう。 1 and 2でアップストロークも入れて 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1トンツントンとこトンツントンとこトンツントンとこトン。 C セクションのシンコペする16ビートビートパターンに関してもいいでしょう。ツンツントンとトスクトントンとこワンツースリーフォーワンツースリーフォー。まあ3の時はねワンツースリーフォー。3の時にその3の時に頭がないからそこはもうアクセントつけられないんですけれども、同じような基本の共通のリズム、基本のルールか、その頭にアクセントをつけるというのはそのねもう基本的なルールなので、ここのところはしっかりとこのね踏まえていただけると嬉しいなという感じです。なかなかね難しいんで、そんな10分20分1日2日でできる内容じゃないです。結構頑張んないとなかなか習得できないと思うんで、頑張って頑張ってやってみてください。強い弱い強い弱い、そんな感じです。これが習得できると、今までの、糸とかもそうですし、今回の三日月とかもそれはこの優しいサウンドで演奏することができるので、色気を意識して練習してみましょう。なんかこうだと全然色気ないじゃん。そうじゃなくて、こんな感じでいた方がなんかちょっとよく聞こえるじゃないですか。こんな感じのイメージで、ぜひ頑張って練習してみてください。それでは今回の動画も、あまり喋ることがないんで1本で完結でございます。あとは皆さんテキスト見ながら動画を見ながら頑張って練習してみてください。それではまた違うところでお会いいたしましょう。グッバイさよなら。でその前に最後に、私滝沢勝成ツイッターなどやっております。 TAKAJIWA 滝沢という名前でやってるんですけれども、もしよければ、フォローいただければ幸いでございます。動画の落とした動画の感想リクエストご意見いろいろあると思うんですけれども、なんかこうね、なんかこうプルッとコメントしたりとかさ、なんかこうプルッとなんかリプライしてもらったりするとなんか嬉しいもんなんですよ。なんかそういうコミットメントっつうんですか、その皆さんからのアクションっつうんですか、なんかその視聴者さんからこうね、あのいつも見てますとかって言われた方がさ、あ本当だ、あ本当に、あ見てくれてる人いるの、あよかったよかったって思うもんなんですよ。だからね、その別に優しさというわけじゃございませんけども、ちょっと一回ちょっとフォローしてやろうかなみたいな感じで持っていただけたら、嬉しいです。でちょっと皆さんのその頑張りぶりみたいなのをね、そのちょっと進捗をちょっとリプライしてやろうかな、コメントしてやろうかなみたいな感じでペッと書いていただくと、すごく嬉しいので、もしよければ、そのところも活用していただけると、書いていただけると嬉しいなという感じでございます。そんな感じ、それではまた違うところでお会いいたしましょう。次は6本目の動画だぜ、半分折り返ししてんだ、頑張っていきましょう。グッバイさよなら、また違うところで、さよなら、じゃあね、あなんつったの俺わかんねえな、また違うところでお会いいたしましょう、さよなら、じゃあね。